そう、だから柴崎も最近ニュースでなんだ、悪いプレイしてるわけじゃないけど、うまくいかないみたいな言うんだけど、めっちゃ申し訳ないけど、柴崎って悪いプレイしてるじゃん。それはトラップが下手とか、キックが下手とか、そういうことじゃないですよ。その瞬間的なボール受ける位置だったり、ボールを送り込む位置の判断。だから、根本的な考えがもう違うから、悪いプレーを悪いプレーと捉えなくなるんですよね。みたいなこと。田中碧とかは、考え方がそのポジショニングの大事さとか、集団としてのこの戦術的な、連動を高めることの大事さとか知ってるから、田中碧自体めちゃくちゃいいプレーしてるじゃん、ボールの止める系とかそういうところは。だけど、それじゃ足りないって分かってて、もっといいプレーしなきゃって思うから、まあ、基準がすごい高いって、ハードル高い選手みたいになってるっていう。だからね、このチャンネルだと、これがいいプレー、なぜかというと、こういうふうにパスコース作ってこうだからと、ここを言うけど、そういう考えの人ばっかりじゃないから、でもそういう考えの人じゃない人を、このチャンネルの考えみたい、チャンネルの考えっていうのは嫌だね。なんかそういうサッカーを学問として捉えてる側の人が見ると、なんでこんなこともわかんないとか、なんで成長しないのと思う。でも、その人たちが思う、成長の先に、俺らの考えはないんですよ。